はい、お世話になります。トライジョンのボスです。ですね、今日は先般をお伝えしたタイヤワックス、タイヤワックスじゃないです、ごめんなさい、タイヤリフレッシュです。ワックスじゃないっていうやつで売ってるのに、をちょっと使い方の バリエーションを増やしてみました。フォークチューブ、よくスポーツスターとかでつけられてると思うんですが、これにちょっと加工というか施工してみました。まあ普段多分こういった火に焼けて色が落ちてこういう状態になってきてると思うんですが、カサカサのこんな形が、一応こちらを先塗ってみました。こんな感じです。もうまあ全くもう違うのが分かるんで、こんな感じになりました。ちょっと施工をしてみます。片手でやるんで許してください。ちょっとプシュプシュとして、これね、これ撮影しながらやるってめちゃくちゃ難しい。よいしょ、こんな感じでいいのかな、こんなんで伝わってるんかな、ちゃんと。ごめんなさいね、最近ね、人に伝えるって難しいなと思うんですよ。で、できるだけこうなんか伝わりやすい方法を考えて、でいいものをちゃんと伝えていかないと、もうみんなぐちゃぐちゃになってきてるんで、できるだけ正しいことをきっちりと、で、ちゃんと伝えることを正確に伝えないとって悩むんですよね。よいしょ、こんな感じでいいかな。で、ちょっとならしてみて、こんな感じでやってみました。2分ほどかな。どう、変わってる？変わってるよね。こんな感じにという使い方もいかがでしょうか。僕これありだと思います。綺麗になるんですよね。綺麗になるし、まあ持ちが全然違うと思います。で、ついでにタイヤ、ここちょっとさっきここやったんですけど、ここもやってみます。ここなんか分かりやすいの違うかな。こうしたら分かりやすいかな。で、あとこういったねとこも、ちょっとこれは試してないんで、今初めて試します。ちょっとやってみます。これスポンジをもうちょっとこう固めのスポンジにした方がいいのかもしれない。こういったこうギザギザが多いところはスポンジがこう飛んでしまいますね。どうかな、どう、こんなところ、今のこの状態が、ちゃんとつけなきゃいけないですね。よいしょ。
よしよしよし。で、変わってるよね。変わったよね。吹いたから綺麗になったんじゃないですよ。きっと僕は変わってると思います。で、これで持ちも全然変わってくると思うので、よいしょ、どうでしょうか。施工してる部分としてないやつ、これしてます、してます、してないやつ、変わってるよね。で、これをこんな感じ。いいかな。で、さっきのタイヤのとこに戻ってきました。ほら、全然ちゃうでしょ。あ、ごめんなさい。手、ほら、全然ちゃうでしょ。これがやってるところです。やってるところからずーっと来て、ここからやってない。ここ分かりやすいよね。やってません。やってなくて、やってます。やって、ここですね。指で刺さなきゃいけないかな、わかるかな。ここですね。ここでもう変わってますね。ここ、こうした、こんな感じです。好評発売中ですって言って、この間出してすぐもう何十本も売れてるんで、皆さん間違いなしです。よろしくお願いしますかな。こんな感じです。ほら、変わってるでしょ。全然違ったでしょ。ここもほら、ここもついでにやっちゃおうか。よいしょ、プシュプシュプシュ、これね、プシュ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 、いいじゃないか。こういう手軽にね、綺麗にできるやつってね、絶対いいよね。どう？綺麗だ。どう？やってないの。やってるの。わかるかな？ここはあんまり、まあ、これはもともと綺麗やもんね、ここね。あんまり足置かないから。でも保護剤としてはいいんで、やっていきましょう。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。じゃあねー。